はい、ということで今回は実際にコスモス畑に来ている方々へお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日はどちらからいらっしゃったんですか？宜野湾の大山から来ました。宜野湾の方からいらしたそうです。はい、今回このコスモス畑、何で知りましたか？沖縄タイムス新聞市場で。新聞の方に載ってるのを見て、はい、はい、見ました。で、ぜひ2月、3月まで行ってました、うん。それまで行こうかなっても期待してたんですけど、で、ちょっと姉と約束してたんだけど、行けないということで、ちょっと主人が素敵じゃないけど、俺も引っ張って。一人では来れないから連れてきてもらいました。よかったです。うん、最高、ね。花好きだから、コスモスのあれば初めて見るんですよね。桜とかはね、よくね、自分の家にもあるから、こんなにと思って、すごい、ね、感動しました。今日はご主人といらしたということで、綺麗な、ね、読谷村のコスモス畑なんですけれども、お花が好きということでしたが、今回読谷村のこのコスモス畑に来るのは初めてですかね？そうです、初めてです。本当に綺麗で。ねえ、本当感動した。ぜひまた来年もいらしてください。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。こんにちは。こんにちは。今日はどちらからいらしたんですか？読谷村からです。あ、じゃあ地元の方ですかね？はい、そうです。あ、そうなんですね。地元の読谷村からいらしたということで、こちらのコスモス畑は以前から知っていたんですか？そうですね、他の外国人の方から情報を聞いてまして、よくこの道を通るので、はい、まあ、今日は休みだったので、はい、まあ、通って、まあ、写真とか撮ってみようかなって、うん、まあ、天気もいいですし、うん、はい、そうですね、先ほどね、写真を撮っている姿がすごく気になってちょっと声をかけてみたんですけれども、いい写真は撮れましたか？そうですね、まあパソコンで見て、そこからまあどこまでいいの撮れたか見てみたいですね。はい、今日は誰といらっしゃったんですか？今日は奥さんと一緒に。あ、そうなんですね。はい、来てまして、奥さんが写真を撮るの大好きなんで。そうなんですね。なので今夢中で写真を撮ってるところなんで、うん。ただいいですね、写真大好きな方にとってはこのね、綺麗な真っピンクなコスモス畑っていうのはすごく魅力的かなと思うんですけれども、また来年もぜひ来たいなと思いますか？はい、そうですね、やっぱ綺麗ですし、やっぱ他の種類もね、あればもっといいかなって思ってるんですけど ね、まあ、でも、まあ、このね、ピンクがね、ものすごく綺麗って思ってるので、まあ、いい感じで写真撮ればいいかなと思ってます。ということで、今回は地元の読谷村の方にお聞きしました。お時間ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ実際にコスモス畑に足を運んでいる方たちにお話をお伺いしたいと思います。こんにちは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 。かわいいゲストさんが今日は3人もいらっしゃっております。今日どちらからいらしたんですか？那覇からです。那覇市から。はい、コスモス畑は何で知りましたか？なんか綺麗だと思った。綺麗ですよね。うん、お母さんが、うん、ドライブでこっち来ようっていう話になって、ね、仕事する。そうなんですね。じゃあ那覇市からドライブでお母さんと一緒に。はい、おばあちゃんとも。おばあちゃんも一緒に。はい、どうですか実際に。楽しかった。楽しかった。そうですね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。真っピンクでね。はい、このお花は何ですか？先生あげるための花です。先生に。先生にプレゼント、うん？素敵な先生への。学校の先生かな？うん、学校の先生に。担任の先生。あげる花です。見てください。この担任の先生にプレゼントするというお花まで。すごい素敵なプレゼントですね。きっと先生も喜んでくれるかと思います。迷路って行きました？はい、行きました。実際にどうですか？難しかったですか？なんかちょっと難しかった。うん、難しかったよね。那覇市の那覇のお友達とかにも教えてあげたいですか？ありたいです、ね、また今度は友達と一緒にね、ぜひいらしてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。